それで一度動いていただいて、うん、皆さんよろしくお願いします。でそれから俺あの店に戻りますんで、はい、先生お願いします。それでは引き渡しの木次の工程いきます、はい、じゃあ古さん、はい、あのヒギリーション線では鏡月はおみきになってますんで、これをぶちかけてください。これやるんだよ上からあもういいですよ、ザーッとかけちゃって腹の中にも入れて、お、鼻から出てくるんだねそうだね、あの耳のところもあちゃんとしっかり口から入れたら口から出てくる。耳の穴からも鼻から出るもんね。繋がってるからね。鼻の中に全部入れちゃってます。はい、あとはちょっとこのままぶん投げといて、で鼻の中に塩を無事巻いてもらいたいんですよ。この焼酎が切れたらば、腹の中にぎっちりザッで手洗い用の水これを入れてます。でそのままあの熟成。熟成。はい。で水飴が来たらば焼く。じゃあもう少々。そうこれおっぱいやから別なんだね。お待ちください。はいよ。はい。もう濃いくらいがいいって言ってたからね、耳とか口の中もね、口の中なんか食べないだろうな。タン、タンないですよ抜いちゃってます
ケツメドも。ケツメドあるでしょ。ないわ。やっぱり広いじゃん。あ、そういうことか。すげえ。大腸取ってさ。豚足。直腸と直腸は？直腸の方が全部取っちゃう。S 状結腸は？あるわけねえだろ。俺に巻くの成仏するぞ。お客さん今日休みなの。マッサマッサ凝ってる。とりあえず早くぶっ込まねえとまずいっていう。あとは3時間くらいひたすら炊く。せーの。めっちゃ熱いよ熱いよ。どう？神風さんの極上スパイス。このスパイスうまいな。よし。神風さんも取ってくれた。ふにょん。あっち。よし。こんなもんでいいかな。いいかな。それではその下の肉も右側にあげちゃいましょう。じゃあ。交互期待。あ、これ今日はでもいい感じだぞ。いい、いいと思う。回ってんの？直接火に触れなければいいかな。あ、今日のいいわ。近年まれに見るくらいいい感じ。うん。あ、いい。またパン。倍ぐらいあって。あとでかいの4杯。すごいね、この何も言わずにこの一体感。一体感。寝る。炭を入れる。
ありがとうございます。樹齢100年のコーヒーなんです。へえ。だって生豆映ってるかな。生豆いただきました。これ全部やっちゃうって大丈夫かな。やっちゃっていいんじゃないかな。おお。生豆一回蓋して混ぜるまでサワサワやって。混ぜるばいじゃん。あ、これ蓋が大変なことになっちゃう。保存が大きいっていうか。かなり火上がるよ。うん。すごいシュールだよ。あの夜もあるからね。これ豚も見たい。ヨヘイさん、はい、うん、うまい。タレにちょっとつまもうよ。まな板ね、いいよね。あるかもしんないけど。あ、でもノグまたね。うめえ。うめえ。今じゃん。お、やったー。いや、まだまだ分かってるってのが。すげえ、超キャンプっぽい包丁。豆がね、膨らんでないんだ。ちょっと待って。あ、これやば。これやばいわ。これやばい。これさ、なんか低温でじっくりやってるからなおさらいいのかな。どれぐらい？もうみんなくらい？つまめるくらい？うん、皿あります？これ。これ。これやばいよこれ。あの持った瞬間わかるやばさ。あ、これやっべえわ。やばいっしょ。モニターやばい。これやっぱこっち見てとこ。やばいよ明らか。
あ、じゃあ。この決断力と行動力